こんにちは、篠田敦史です。まあ、11月ぐらいからジャズのお店とかもね、ライブの時間が徐々に以前のように戻ってきて、まあ、短くね早く終わってたのが、まあ、2セットねちゃんとやるとかね、徐々にねできるようになってきてるのかなと思うんですけども、外にね出れなかった人も、まあ、ライブ行くのもあると思うし、セッションねちょっと行ってみようかなって思ってる人も、まあ中にはねちょろっといるのかなと思ってます。で、まあなんだろう、こう身構えてしまうというか、まあその気持ちもまあ分かんなくはないんですけど、まあぶっちゃけとりあえず行ってみればいいって本当にそう思ってるんですけど、とはいえこうね人プッシュ欲しいというかね、そういう人もいると思うので、今回はジャムセッションでよくやりそうな曲を5個ちょっと考えてみました。これはもうなんて言うんですか、こう場所によってよくやる曲とか違うし、その楽器によって定番とかってやっぱちょっと違う、多少ね違うんですよ。例えばピアノの人からすると、もしかしたらワルツ4デビューって当たり前かと思ってでね思う人もいるかもしれないけど、全然当たり前じゃないわけです。そのビル・エヴァンス世界中が大好きっていう感覚にどうしてもピアノ弾いてると思ってしまうんですよ。もう世界がビル・エヴァンス愛してやまないと思っちゃうけど、実はそうやってかなりピアニスト的な視点で他の楽器の人からしたら、いや もちろん知ってるけどみたいな、じゃあやりましょうって時覚えてるかっていうと大抵覚えてなくて、ああ分かった分かった、あいいけど、じゃあちょっと待ってって言ってこう本ね出したりすることに大体なると思います、ね、ピアノの人は覚えてるかもしれないけど大抵覚えてなかったりします。ということで今回はセッション、まあホストもそうだし自分が行く時もそうだし、こう見ててこの辺は確かに多いなって思うところ、なんとなく5個、まあ、5っていう数字も区切りがいいから5で、実際にはこう僕が今日5個あげた曲言ったものの、実際行ってみたら1個もやりませんでした嘘ちゃんとか絶対ね起こり得るんですけど、まあもうそれきりがないので、今僕の経験上まああるなっていうのをちょっと頑張って考えてきたので、ちょっと発表していこうと思います。1個目、 I'll close my eyes っていう曲、誰にとって定番かって言われると分かんないけど、トランペッター視点で言うとブルーミッチェルが、定番ってなるんだと思います。まあ、そうじゃなくてもなんとなくねセッション行く人だと、あなんかよくやる曲だなっていう風にね、あれ元あんま知らないけどっていう人もねいるかもしれませんが、ちょっとこうやりやすいっていうのが一個あるのかな。こうコード進行がこうなんていうの、行くべきところに収まってる感というか、でこう自然にアドリブ取るっていう視点で見た時にこうすっぽり収まりやすい進行になってて、まあみんなやっててこう気持ちよくねなりやすいのかなっていうのが愛されてるというか選ばれる理由なのかなと思います。まあ、あとメロディーもねキャッチーで覚えやすいっていうのも一個あるかな。 I'll close my eyes、ちょっと知っとくといいかなと思います。There's no greater love っていう曲があります。僕の中では一番聴いたテイクはチック・コリアがアンソニー・ブラックストンっていうちょっとアバンギャルド寄りの人とやってるライブ版のテイクがあって、それすごい好きなんですけど、まあ、多分それが原因で流行ってるというかみんなやってるわけじゃなくて、マイルスかキャノンボールかながやってるっていう、まあマイルスが選んだ曲は基本そういうスタンダードとして認知されやすいです。やっぱりみんな聴いてるし楽器を超えて共通認識になりやすいから、マイルスは一個おすすめ。あのマイルスのレッドガーデンとかポールチェンバースとかとやってた最初のプレスティッチだっけ、クッキンとかドッカインみたいなタイトルがいっぱい出てるやつの辺の曲、選んでる曲ってのはかなり定番になってます。あの今回ランキング入れてないけど If I Were Belle とか、マイルスがその若い頃やってたようなやつは結構全部スタンダードだと思っていいと思います。それから3つ目はね Beautiful Love、ね、Beautiful Love 今回選んだ中では唯一マイナーかな。これもピアニスト視点で言うと定番ってやっぱビル・エヴァンスになるのかなと思うんだけど、なんかねソフトリーとかああいうコテコテのドマイナーですみたいなのはちょっと嫌だけど、ちょっとさらっとしたマイナーやりたいなって時にこのビューティフルラブとか選ばれがち。ちょっと早いテンポでやることが多いかもね。あとはこれよりちょっと難易度上がっちゃうけどビューティフルラブと、あとアローントギャザーっていうのも選ばれること多い。ちょっとそっちの方が難しいかなと思って今回ビューティフルラブにしてますが、アローントギャザーも結構あると思う、いろんなところで。だから一応知っとくだけ知っとくといいかもね。逆にアローン・トゥ・ギャザーの方が初見苦しいと思うから、その小説数がちょっと半端だから、ビューティフル・ラブは少なくとも32小説だから多分初見とかでもまあ頑張れると思うんだけど、アローン・トゥ・ギャザーの方がそういう意味でロストの危険性があるから、準備しとくんだったらもしかしたらアローン・トゥ・ギャザーの方が必要かもしれない。そんな感じ、どっちもマイナーの曲やるときなんかこう選ばれがちな
感じです。まあ、今回一応ビューティフルラブだけど多分等しく出てきます。4つ目か、ステラバイスターライトね。さっき調べたらですね、これもともとホラー映画の音楽らしいですね。その時はねインストというか歌詞ついてなかったみたいで、これね、なんていうかそんなめちゃめちゃ簡単でもないんだけど、めっちゃ難しいかっていうとそうでもないと思うんですよ。そのやる人によって不思議な難しい感じにもしやすい曲調だし、そのままストレートに弾いてもまあ綺麗なメロディーだしね、ハーモニーとか相まって、こうすごいセッション慣れてる人とこれからね始めたばっかですっていう人のなんかうまい落としどころというか、両者大満足みたいな、なんかいい位置にある曲かなって個人的に思ってます。ステラバイスターライト今日考えたランキングには入ってないんだけど、 All the things you are もう上級者から初心者まで大満足セットみたいな、なんかこ う, もうやる人によってすごいどうとでもなりそうな雰囲気のある曲、いろんなところ、まあ、いろんなコードが出てくるからやるんだったらね予習しといた方がいいのかなっていう感じの曲でも、すごいよく選ばれます。ステラバイスターライトね、いい曲だと思うので、で最後、これはなんだろうな、これこそセッションの定番かなって個人的には思うんですけど、チャーリーパーカーね、コンファーメーション、ビバップのメロディーですね。簡単かって言われると別に簡単、まあやっぱビバップの感じでね、1小節にコード2つもあるし忙しいなっていう感じなんだけど、まあよくやられるから少なくともねこう伴奏とかはできるようにこう準備する素材としてはいいのかなと思います。その出くわす頻度としてはある結構あるはずだから、ね、何練習しようかな、なんか新しい曲勉強しようかなっていう時にね、もし全然知らなかったり覚えてなければその候補としてはコンファーメーション全然あるのかなと思います。でちなみにイントロ有名なやつあるけど、自信がなければねあれやんなくていいと。てかチャーリーパーカーのやつってね、タッタッタラッタラララじゃない普通のなんかね4小節くらいのイントロで確か始まってるし、ね、そもそもあれに怯えてやらないっていう風にはしなくていいと思います。ということで、5個ねなんとなく考えてみました。話しながらあれもあるなこれもあるなってやっぱ抜けてる感じは自分で話しながらもあるので、どうしてもね切りよくこう、ね、決定版っていうのはどうしてもね言えないんですけれども、あと今回入れてませんがブルースとかリズムチェンジとかっていうのはやっぱ定番だから、まあ入れなかったのは単純にそのメロディーいっぱいあるから、その1個メロディーとセットでこのチェンジコード進行とかフォームは勉強しておく価値はものすごくあると思います。ということで、今回はジャムセッションでね選ばれがちな曲を5個、まあ、実際5個にあんまなってなかったけど、話してみました。これからねその行ってみようかなって思ってる人はまあ参考に、で実際にはあんまりねこういうの気にしなくて普通に行っていいと思います。ということでまた普段の動画もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。